ジット様、ようやくベンの心の居場所が分かりそうです。そうか、これであとはテラだけか。はい、3人は必ず助けます。次にゼアノートがどう動くかだな。ゼアノート？彼から別れたハートレスを率いたアンセムも、ノーバディを率いたゼムナスも、ソラが倒したはずでは。確かにその二人は、だがその二人が消えたということは、本体であるゼアノートの復活を意味する。ハートレスに囚われていた心が解放され、ノーバディとなっていた肉体が消滅すれば、二つは再び一つとなる。すなわち、マスターゼアノートの帰還だ。では、また彼に何か行動を始めるか。でも、もしまた危機が訪れたら、僕と空、そしてリクもいます。確かに彼らは強い。マスターは一緒、部屋の一人ではなかったとしたら。え、どういう意味ですか。おい、ソラをここへ呼んでもらえるか。そしてリク、一体何を。マスター承認試験を行う。Survive and be there to see what awaited beyond the Keyblade War.